はい、プレイボールどうも野球人です。萩尾安藤会社にが負傷。もしもの時の昇格候補はということでございまして、はい、巨人ね、昨日、さよなら負けというところでございますが、当然それも痛いんですけれども、ちょっとね、萩尾、梶谷、この二人が怪我をしてしまったんじゃないかというところが言われております。で、それぞれね、試合後にどういう状況なのかっていうところが語られておりまして、これ大丈夫なのか、それともね、ちょっと心配なのかっていうところも含めて見ていきたいと思います。で、さらに後半にはね、もし、ダメだった時に、代わりに上がってくる可能性のある昇格候補、その辺のお話っていうところもちょっとね触れていこうかなというふうに思いますので、いろいろね見ていきたいと思います。ではまずね、萩尾の方から見ていきましょう。はい、まずは萩尾雅也選手、プロ2年目、出身地は熊本、2000年12月28日まで23歳、180cm、85kg、ポジションは外野、右投げ右打ち、22年ドラフト2位指名の選手、今季年俸が1200万円、慶応義塾大では4年春からセンターを任されると本塁打打点の2冠王に輝き、4年秋には春を超える打率本塁打打点の3冠王と鳴り物入りでプロ入り。1年目の昨年は春キャンプ1軍佐藤塚も実戦で結果を残せず降格すると5月に1軍初昇格となっておりましたが、すぐ抹消、主に2軍での主張がメインに。それでも台湾ウィンターリーグでは好成績を記録し、2年目の今シーズンは開幕1軍スタートになっていたということでございます。はい、この萩尾選手、ドラフト2位で入ってきた選手でございます。慶応でね活躍しておりまして、三冠王も取っておりました。ただ去年はね1軍で11試合0割6分3厘16打数の1安打0ホーマー、オペス 0.125 とちょっとねこう苦しんでしまった1年目、それでも2軍では101試合で2割8分3厘307打数の87安打7ホーマー36打点オペス 0.781 としっかりとね2軍では結果を出しておりました。で、奥の台湾ウィンターリーグでも17試合で3割2分6厘46打数の15安打1ホーマー、オーペス 0.950 とウィンターリーグでもね結果を出しておりまして、ここ2年目の今シーズンに期待というところでありました。で、春季キャンプも1軍に呼ばれて、そこから1軍にずっと帯同、オープン戦はね14試合で2割8分25打数の7安打1ホーマー、オーペス 0.761 とまずまずねこう打っておりました。開幕ピッチャーがね右の青柳っていうところもあったんで、開幕スタメンとはなりませんでしたが、それでも開幕1軍に入っておりまして、で1軍ではね3試合で打率4割5打数2安打0ホーマー、オーベス 1.200 と、こう少ない打席数ながらしっかりと結果出しております。昨日もね1番で抜擢されておりました。センターフライセンターフライでツーベースというところで、しっかりとねこう対応はできていたんですよね。なのでしっかりと期待されている立場ではあるんですが、昨日もねスタメンで出ていて、守備の時に右の膝をフェースに強打して交代というところになっておりました。ちょっとねぶつかったとはねしばらくプレーはしていたんですが、その後ね松原選手と交代、どうやらちょっとね痛めているんじゃないかっていうところで交代したみたいでございます。心配はされるんですが、一応ね試合後のコメント、萩尾選手自身が語っておりましたが、大丈夫です、問題ないと思いますというところを言っておりました。一応心配で変わったんですけど、割とこうね大丈夫なんじゃないかというところを本人も言っておりました。阿部さんもね元気そうというところは言っておりましたんで、この患者と軽症なのかなというところでございます。ただね試合終わって痛みが出てくる可能性もないわけではないので、この辺はね気が抜けないところかなというふうに思いますし、大丈夫でもプレーにね若干影響してきたら困るなっていうところもありますんで、一応本人も軽症をね強調しておりますが、少しこう心配なところではあります。まあでもね抹消とかはないでしょう。で、それより心配なのがこちらですね。はい、それが梶谷選手、プロ18年目、出身地は島根、1988年8月28日まで35歳、180cm、88kg、ポジションは外野、右投げ左打ち、2006年高校生ドラフト3位指名、今季年俸2億円、4年契約の4年目、 DeNA 時代は外野手転向後レギュラーをつかみ長年主力を務めると、20年オフに FA 権を行使巨人に移籍、1年目の前半は活躍を見せますが、後半戦は怪我で離脱、60試合の勝利にとどまると2年目も膝の怪我で離脱、5月に手術を受け1軍勝なしに終わり、オフに不正契約になります。それでも昨年に試合が復帰を果たし無事復活、そして契約最終年の今シーズンは春キャンプ2軍スタートも途中から1軍に昇格、開幕スタメンを掴んでいたというところでございます。はい、この梶谷選手もうプロ18年目のベテラン、通算成績昨年までは1058試合で2割7分977安打125ホーマー162盗塁オーペス 0.785、 こうしっかりと実績を持っている選手で、怪我もあってね育成にも落ちていたんですが、去年復活、102試合で2割7分5厘265打数の73安打2ホーマーオーペス 0.655 と100試合以上に出ておりました。で、今シーズンはねオープン戦で8試合で3割5分7厘14打数の5安打1ホーマーオーペス 1.071 としっかり結果出しておりまして、で開幕ピッチャーも右の青柳っていうところもあったんで3番ライトで開幕スタメンで、1軍成績は3試合で1割
リオン3人、7打数の1安打1ホーマー、オーピス 0.821 と、打率はね、そこまで高くないんですが、ただこのヒット1本というのがホームラン、さらに守備でもファインプレーというところもありまして、しっかり活躍していたんですよね。なので、ちょっとこう、オドアがね、いなくなって心配されていたんですが、この梶谷選手がいれば大丈夫かなっていう雰囲気にはなっていたんですよね。ただ、ベンチ外、さらに練習もね、不参加っていうところで、ちょっとね、こう試合前からざわざわしておりました。こうコンディション面を考慮してとしかね、言われていなかったので、ちょっとこう休養を与えていただけなのか、それともね、何かアクシデントがあったのかっていうところが言われておりましたが、試合後ですね、阿部監督が答えておりました。古傷が痛んだみたい。明日以降を見てからだねということですね。はい。で、結局ですね、梶谷選手がベンチから外れていた理由としては、やはり怪我らしいですね。で、古傷っていうところ、22年に手術をしていた左膝、ここにちょっと違和感があるというところらしいんですよね。やはりそれが原因で育成にも落ちておりましたが、まさかの開幕3試合を終えて、そこが痛んでいたというところでございました。で、阿部さんもこう、明日以降見てからというところでございますんで、ちょっと良くないみたいですね。なので、もしかしたら、梶谷選手に関しては、抹消の可能性もあるのかなというところでございます。問題ないっていう可能性もあるんですけど、ただやっぱね、こういう発言をしている以上、割と確保はしておく必要もあるのかなというふうには思いますし、仮に大丈夫でもちょっと今後ねこの膝の影響っていうところが1年間ですね心配になってくるところかなっていうふうには感じますが、はい。というわけで、まあこの2人がねちょっとこう怪我というところでございます。萩尾選手の方は大丈夫なんですが、やっぱね梶谷選手の方は心配というところでございます。でもしね誰かしらが抹消となると代わりに上がってくる選手もいるわけでございますから、そちらの話もねしておきましょう。はい。では、昇格候補というところでお話していきましょう。もしね、誰かしら抹消された場合、上がってきそうなところで言うと、まずは、オコエ選手ですね。彼が非常に状態いいです。オープン戦ではね、30打席で3安打、打率が1割2分、OPS 0.361 と、結果をね、残していないんですが、ただ、2軍戦では現在34打席で11安打、打率が3割9分3厘、OPS が 0.905 ということになっております。はい。で、候補理由としてはね、オープン戦では結果は出ておりませんが、2軍戦でしっかりと好調維持しているのが分かります。で、あとはセンターもちょっとね巨人不安でございます。佐々木選手がねこういまいちパッとしないっていうところがあります。浅野選手がね代わりに出たんですが、そこも機能せず、ちょっとねこの辺はどうなるかっていうところが先行き不安。そうなるとやっぱねセンターができるオコエ選手、仮にね誰も怪我しなくてもちょっと彼を呼んでいきたいなっていうところはありますんで、そこでね怪我した人がいればおのずとね交代にもなってくるんじゃないかなというふうに思います。やはりねこう数少ない右バッターっていうところもありますし、阿部さんのね評価も高いので、多分ね小学候補としては限りなく一番手になってくるんじゃないかなというふうに思います。で、もう一人ですね、昇格候補いまして、中山選手、彼もねあるんじゃないかなってところはございます。オープン戦では4打席でノーヒット、 OPS は 0.250 とほとんどね出番はなかったんですが、2軍戦では34打席で11安打、打率が3割4分4厘、 OPS 0.820 と徐々に状態が上がってきております。2日のね試合でも2安打打っておりましたし、外野ではこうないんですが、内野もね現状やや薄く、特に打力のある選手がねいないっていう状況でもあるんですよね。なのでそういうところのバランスを考えると、外野ではないね中山選手が呼ばれる可能性も全然あるのかなというふうに思います。やっぱこう打てる選手っていうのは欲しいですよね。梶谷選手がベンチから外れていた今日もやっぱちょっとこう代打のメンツ寂しいなっていうところはありましたので、そうであればやっぱね中山選手打てるのであればね、状態がいいのであればやはり上に置いておきたいなというところもありますし、外野ではないんですが内野が少ないところを考えればね全然あるんじゃないかなというふうに思います。であとはね秋広選手とか、あとはこう育成の立岡選手とかを上げてきてみたいなところもあるんですが、ただね秋広選手もそこまで状態は上がっておりませんし、立岡選手を上げるのもまだ早いかなっていう気はいたしますんで、そうであればねやっぱまあ個人的に推してる候補はこの2人ということでございますんで、こう今日のね昼の工事っていうところ注目したいところかなというふうに思います。ただちょっと今ね現状登録選手が多いっていうところでございますんで、菅野選手が投げるときに誰かしらね抹消はしないとダメなんですよね。なのでそういうところを考えると、梶谷選手だけ抹消して誰も上がってこないっていうところは全然可能性あるんですが、ただ菅野選手がね抹消されるとは思うんで、そうなったら次のカードから誰かしらはやっぱ上がってくるんじゃないかなというふうに思いますんで、ちょっとやっぱその辺はね注目かなというところでございます。はい。では今日は以上ですね。最後ネットへの反応を見て終わりましょう。はい。ではネットでの反応を見ていきましょう。梶谷にはこれがあるからな。能力が高くても怪我で出れなけりゃ意味ないのよ本当ということで。はい。そうですね。やはり梶谷選手に関しては、ちょっとね、こう、怪我っていうところが多い選手でございます。これに関してはね、DeNA 試合から一貫しておりまして、FA の時もね、大丈夫かっていうところは言われていたんですよね。ただやっぱ巨人に来て、その不安が1年目から的中しておりまして、育成にまでね、落ちていたというところがございます。で、その時に手術していた古傷っていうのが今も痛んでいるっていうところでございますから、やはりね、彼に関しては、
今後もそういうところを考えて、ある程度ね、起用していかなければならないのかなと。ただまあ、にしてもですね、開幕3戦目終わって、4戦目で膝が痛いというところは、早すぎるよね、というところもございますんで、おいおいってとこはありますよね。特にやっぱこう、オドアがいなくなって、彼が入ってくれればっていうところであったんですが、そういう中で、今回この話が出てきたっていうところで、こう、チーム全体としてはね、重たい雰囲気がどうしてもこう、漂ってきてしまうのかなっていうふうに思います。ただね、そうなってしまっている以上仕方ない部分もありますし、となるとね、やはりこう彼にばっかり頼ってはいられない若手のね、台頭っていうところもこう急務なのかなというところでございます。こう本当ね、このシーズン中に彼を脅かすくらいの選手が出てきてほしいなというところでございますが、で一方こちら見ていきましょう。梶谷と萩尾の故障はやばいって、早く補強動いてくれよということで、はい、そうですね、やはりね、今回梶谷選手と萩尾選手、まあ萩尾選手はね、軽傷じゃないかっていうところではあるんですが、梶谷選手がどうなってくるかわからない状況で、オドアがいなくなったっていうところもありますし、となればやはりね、補強っていうところ当然動いてもらわないと困る。こう開幕数試合終わったぐらいではどの外野もね、状態は良かったんで、いやこれ補強いらないんじゃねみたいなね、とこあったんですが、いやはやそうも言っていられない状況。こう当然そのあたりは動いてもらわないといけないところ、やはりこう冷静に見てみるとね、1年間働ける戦力はいないんじゃないかなというところが徐々に浮き彫りになってきましたんで、こう外野そしてね、内野のバックアップっていうところ、この辺がおそらく補強ポイントではあります。そこをね、助っ人で補ってくるのか、こう筒香選手を取ってくるのか、それともこうトレードとかでいろいろね、整えていくのかというところはあるんですが、間違いなくここから動きは必要なのかなっていうふうに思いますし、首脳陣やフロントもね、それはね、徐々に分かってきているのかなというふうに思います。まあ今から動いてね、こうどのくらいのファンでチームに合流できるかっていうのは分かんないんですが、ただやっぱり優勝ね、目指すとすればそこは必要不可欠なのかなっていうふうに思いますんで、ちょっとね、この辺の補強の話もちょこちょこまたしていきたいなというところでございますんで、こうどうなってくるかっていうところ注目ですよね。というわけで今日は以上です。よければチャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーのゲームセット、ありがとうございました。